本当になんかね、こうね、追い出すにしてもなんかもうちょっと落ち着いてから追い出したいよね。
これでも僕は確かに7時間もらえると気持ちが高いんだけど時間がないので、こういうところでそういう MC をしても受けないということが証明された。オセロで、俺がサポートに入って、あの 県立美術館の行動で200人ぐらいいたんだっけ、150人、まあ、結構200人ぐらいなんだけど、結構大きな会、それなりに大きな会場で、もうすごいずっとうんちくばくちゃっつってね、めっちゃ見ててね、うんちで拍手もらってたからね。いや俺も久しぶりにこいつすげえな。パッて出せただけですっごい拍手もらってましたけど、そうだよね、なんでこんな超絶かっていうと、さっきビールを飲みながら坂を上がってきたんだけど、その時に大谷さんがかけてきたから俺走ってマイクを取りに行ったのね、はい、相当アルコールうまって。なるほど、気持ちよく飲んでたのね。俺も最後の感じで、パフという曲です。初めてこの3人でやった曲をもう一回聴きたいと思います。Live by the sea, and collecting the autumn.
みんな南高のりタフザマジックプライド Live by the sea I'm fighting the optimist In the land called Honori という曲でした。次へ最後に参りまして、僕がバンドとするのが最後ですね。ちょっぱらですけど、ちょっぱらやりたいです。すいませんでした。その後僕は32番のメモリーカードを振り返られて、最後に話し合ったんですけど、本当にダモンと、大学生で TPM なんてできるなんて本当に考えてもなくて予想にもしてなかったので、もう、最初は本当に緊張から始まりましたけど、もう本当に感謝感謝で、この2人がいてくれたことに本当にありがたいと思ってます。本当に今までありがとうございました。最後の曲は、短めの曲なんですけど、If You Had a Hammer という、この我々 If We Had a Harmony の、命名の元になった曲をやって終わらせたいと思います。いやいや、もうこれあれですよ、もう泣けるんですけど、変えちゃうから変えちゃうから変えてください。Thank you.